またおはようって言って、また夢を見せて、今日も元気で過ごせたらいいよね。こんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね。目を開けたまま見る夢、知らない明日へ運ぶメリーゴーラウンド。君と肩を組んで、君と手を繋いで、恋人だったり友達でいたいから、おはようって言って、また夢を見せて、自然なその生き方でいいからさ。無名で出現、通称詐欺師のねぐら。第二次試験会場へはここを通っていかねばなりません。ここの生き物はありとあらゆる方法で獲物を欺き捕食しようとします。詐欺師のねぐらと呼ばれるゆえんです。十分注意してついてきてください。騙されると死にますよ。おかしなことを言うぜ。騙されるのが分かってて引っかかるわけねえだろうが。嘘だ、そいつは偽物だ。試験官じゃない、俺が本当の試験官だ。偽物？どういうことだ。じゃあそこにいるのは一体。偽物だと？どっちが本物の試験官なんだ。いけない、みんな動揺している。あの過酷な地下道のマラソンで神経が高ぶってるせいか。おいおっさん、証拠はあるんだろうな。あっちが偽物だっていう証拠が。こいつを見ろ。なんだありゃ。マジか。おい、あの顔、試験官そっくりじゃねえか。そう、こいつはヌメール湿原に生息する人面ザル。一人負けて言葉巧みに人間を騙し罠にはめる。そいつはこの人面ザルの仲間だ。お前たち受験者を皆殺しにして食うつもりだぞ。何？言われてみれば確かにそんな気もするが。どうりで、あの地下道での走り人間離れしてると思ったんだ。集団心理、みんなが最初の難関をくぐり抜けたことで一つの場が形成されてしまっている。その場の空気に流されたらまともな判断が下せなくなるぞ。これってやっぱりハンター試験なのかな。ん？試験？いいぞゴン、水を刺されたおかげで一気に場の空気が変わった。ゴン、お前ならわかるんじゃねえか。例の野生児並みの勘でよ。ううん、全然。あ、全然ってお前。匂いがしないもん。すごくうまく化けてると思うよ。さようでございますか。見極める方法ならある。本物の試験官ならハンターのライセンスカードを持ってるはず。ライセンスカード？ハンターの適性を見ることができるのはハンターだけさ。ということはあの人ハンターなの？すっげえ。カードはそいつに盗まれた。不意打ちされて何もかもだ。なるほど。それじゃどっちがカードを持っていても証拠にはならねえ。なるほどなるほど。何しやがる。こうする方が早いでしょ。これで決定。そっちが本物だね、試験官さん。
僕たちが目指すハンターともあろうものがあの程度の攻撃をかわせないはずがないもの。褒め言葉として取っておきましょう。しかし次からは試験会への暴行はいかなる理由があろうとも全て反逆行為とみなし失格とします。よろしいですね。はいはい。わざとらしい。え？ハンターともあろうものが人面猿ごときに騙されるはずがない。奴がライセンスカードを取られたと言った時点で偽物だということは分かっていた。気づかなかった。なのにあのヒソカという男はあえて試験官まで攻撃したんだ。おい、いつまで見てるんだ。うん、悲しむことはありません。こうした命がけの騙し合いは彼らにとってはまさに日常茶飯事です。食うか食われるか、それがこの出現の掟です。それでは参りましょうか。二次試験会場へ。またマラソンの始まりかよ。ち、気をつけろ。このぬかるみ、体力を奪われる。霧だ。ゴー、もっと前に行こう。うん、試験官を見失ったら大変だもんね。そんなことより、ヒソカから離れた方がいい。え？あいつ、人を殺したくてうずうずしてるから。この霧に乗じて、かなりやるよ。なんでそんなことわかるのかって顔してるね。匂いだよ。匂い？ああ、あいつと俺は同類だから。そんな風には感じないけど。それは、俺があの猿みたいにうまく化けて、猫をかぶってるからだよ。まあ、そのうちわかるさ。クラッカー！レオリオー！キルラが前に来た方がいいってさ！ドアホー！行けるならとっくに行っとるわい！そこをなんとか頑張ってきなよ！無理だっちゅうの！緊張感のかけらもありゃしない。霧が濃くなってきた。ちっ！これじゃ前のやつまで見えなくなっちまうぜ。確かにはぐれるのも危険だが、あの男のそばを走る方がもっと危険だ。もっとペースを上げるべきだろうか。見捨ててはいけないか。行ってほしい。触れるな。この側。お？なんじゃこりゃ。見ろ！助かった！迎えが来たぜ！おい待て！うわ！今の声は？騙されたんだろう。おいおい、後ろが全然ついてこないぞ。マジか、100人ぐらいはいたはずだぞ。どうやら後ろを走っていた連中はそっくりそのままはぐれてしまったらしいな。何他人事みたいにほざいてんだてめえは。なんてことだ。クラピカ、レオリオ、ゴン、他人の心配してる場合かよ。この霧はぐれたらアウトだぜ。うん、せいぜい友達の悲鳴が聞こえないように祈るんだな。てめえ何しやがる。試験官ごっこ、二次試験まではおとなしくしていようと思ったけれど、あまりに退屈なんでね。審査委員会の仕事を手伝ってあげようかなって思って。僕が判定してあげるよ、君たちがハンターにふさわしいかどうか。判定？この間抜けが。この霧だぜ。一度見失ったら最後、戦闘行ってる試験官を見つけ出すなんて不可能だ。つまりお前も俺たちと同じ不合格者なんだ。
失礼だな、君と一緒にするなよ。メイドの土産に教えてあげる。記述誌に不可能はないの。笑わせるな。貴様にハンターになる資格はねえ。二度と試験が受けられないようにしてやるぜ。そうだな、君たちまとめてこれ一枚で十分かな。ふざけやがって。レディース&ジェントルメン、世紀の大奇術師ヒソカがお目にかけます。奇跡のマジックショー、とくとご覧あれ。しまった、カバンの中に武器を。レオリオ、バン。ちげ、バカなやつだ。わざわざ他人を助けに行っちまうなんてよ。ああ、バカなやつさ。全員不合格。残るは君たち三人だけだね。てめえ、君から行くかい。俺が合図したらバラバラに逃げろ。何？奴は強い。どんな殺し屋でも人一人の命を奪うときには一瞬のためらいがあるもんだ。だがあいつにはそれがない。確かに今の我々が三人束になってかかっても勝ち目はないだろう。やってみもしないでわかるかよ。あんたたちも強い目的があってハンターを目指しているんだろう。悔しいかもしれないが今は引くんだ。なるほど、いい判断だ。ご褒美に10秒待ってあげるよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。さて誰と遊ぼうかな。ん？おや、やっぱダメだわ。諦めたのかい。何その逆よ。こちとらやられっぱなしで我慢できるほど人間できちゃいねえんだよ。でゃあレオリオ、バカが。レオリオ、さあ。うわあ、どっ。いい顔だ。怒りと闘志の合間に死の影が覗く刹那の表情、ゾクゾクするよ。でも君はここまでだね。さよなら。やるね、坊や。釣り竿か、面白い武器だね。ちょっと見せてくれるかな、この僕に。さあ、てめえの相手はこの俺だ。仲間を助けに来たのかい。いい子だね。ん、合格だ。おやおや、戻ってきちゃったのかい。素晴らしいね。やはり持つべきものは仲間というわけか。
うん、そう、すぐ行く。レオリオ！大丈夫、殺しちゃいないよ。彼も合格だから。どういうこと？うん？レオリオを返して！返して欲しかったら、ついておいで。ゴン、大丈夫か？こっちだ。そんなにはっきりわかるのか？うん、レオリオのつけてたオーデコロン、独特だから。犬だな、ほとんど。それに、まるで道しるべみたいに動物たちの死骸が転がってる。きっと、密かを狙って返り討ちにされたんだ。しかし、密かが向かっている先がゴールとは限らない。奴は悪魔だ。狩りを楽しむように私たちを泳がせ、殺すつもりかもしれない。それでも、レオリオを放っておけないよ。うん。ごめん。ソカが言ってたんだ。俺とレオリオは合格だって。それってどういう意味だと思う？彼は試験官ごっこだと言っていた。つまりヒソカは我々を審査していたのさ。審査？でも俺、ヒソカに顔をじっと見られただけだよ。その前にあいつに一発食らわせたんだろ？うん、俺はね。でもレオリオは逆に殴り返されちゃったよ。それでも合格だって。あの超人的な身のこなし、奴は天才的な才能の持ち主だ。特に戦いという一点においては我々をはるかに凌駕している。うん、戦いに長けた武闘家は拳を合わせた瞬間相手の匂いを感じ取るという。これまでの経験、力量、その他全ての匂いを。ヒソカはまさにゴンやレオリオに自分と同じ匂いを感じたのかもしれないな。同じ匂い？そう、同じ匂いを持つ者、今殺すには惜しいと思ったのかも。すまない、無神経なことを言ってしまって。ううん、キルアも同じようなこと言ってた。同類のやつは匂いでわかるって。ゴンはヒソカと同類なんかじゃない。少なくともあの男にハンターの資質があるとは思えない。そうかな。ゴン、ヒソカが俺の前に近づいてきた時、怖くて逃げ出したいんだけど背を向けることすらできなくて、ああもうダメかななんて思った。あの瞬間、殺されちゃうかもしれないギリギリの状態なのにさ、変だよね。俺ちょっとワクワクしてたんだ。ゴン！そろそろですか。とうとう来なかったか。ミイラ取りがミイラになっちまったら世話ねえぜ。仲間助けに行って合格を不意にしちまうなんてよ。うん？終了。皆様お疲れ様でした。ここビスカ森林公園が二次試験の会場となります。どうやら間に合ったようだな。レオリオとヒソカは？レオリオ！うん、腕の傷以外は無事のようだ。あ、顔を見ろ、顔。ん？いつも通りだが。どこがだよ、クソ、どうなってんだよ。覚えてないの？失礼なことを言うな。確か湿原に入ったところは覚えてんだけどね。言わない方がいいかな。うん、では改めまして、おめでとうございます。今ここにいらっしゃる方々は全員
一次試験合格です。二次試験での皆さんの健闘をお祈りします。ああ、よかった。やったな。キルア、どんなマジックを使ったんだ。絶対もう戻ってこれないと思ったぜ。で、オリオの匂いをたどった？うん。お前やっぱ相当変わってるな。犬だろ本当は。そうかな。一次試験突破148人。これは予想以上の豊作ですな。ですがそれだけに惜しい。二次試験があのメンチとブハラだったとは。もしかしたらここで50人、課題次第では残り10人を割ってしまうかもしれませんね。しばらく様子を見ていくことにしますか。そろそろだ。緊張してきたな。ああ、どんな奴が出てくるかもわからないし、いきなり攻撃されるかもしれないしな。やった！次の試験は料理だって。実は俺、得意な料理が一つあるんだよね。次回、ハンターハンター、メンチ、マジ切れ、二次試験？おいしいよ。聞いたのね、大地にそよぐ風の